今回はですね、利用する再エネは 100% 自給自足、大和ハウスが自社工場の電力を CO2 フリーにというニュースですね。やっぱりこういった企業が再エネによってですね、100% 自給自足するっていう活動というかですね、方法をどん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 取っていくことによって、まあ、CO2 フリーっていうのはですね、どんどん進んでいくとは思います。まあ、脱炭素化っていうのがですね。なぜかというと、今現在でも日本の中でですね、電力を使ってるっていうのは企業の活動によるものが6割から7割を占めるわけですね。実はその一般家庭で使われている電力っていうのは年々減ってきてまして、まあ電力を使うためのね、あの家庭用の家電ですね、あの機器っていうのも、あの特に冷蔵庫とかエアコンですね、まあこれも皆さん大体壊れた時とか引っ越しをする時に買い替えたりとかするっていうのが多いとは思うんですけども、もう10年以上前のものですとね、かなり特に冷蔵庫はすごい消費電力が落ちてるんですね。まあ、下手すると10分の1ぐらいに、まあそこまでいかないのかな、5分の1ぐらいまでいくのかな。でもそれでも相当すごいですよね。で、冷蔵庫っていうのはずっとついてますから、この消費電力が下がるだけでも相当すごいということです。ですので、まあそういった消費電力の低いものがどんどん変わってることによって、まあ人口が少なくなってるってこともあるんですけども、まあ、その代わりに一人暮らしの人が増えてるから、その分、まあ機器も増えてですね、まあ電力量っていうのはそんなに落ちてるわけじゃないんですけど、じわじわとやっぱりね、落ちてるんですよね。で、企業側の方も、まあ、そこまでね、規制がされてないっていうこともあるんですけど、今回のね、大和ハウスさんなんかは RE100 に加入したんですよね。いわゆる2050年までに再生可能エネルギー 100% で、エネルギーを供給するというふうなことで、まあ、国際的にですね、活動しようとしている企業にとっては RE100 の加盟っていうのは、まあ、避けられないことかなとは思うんですけども、まあそういったところからですね、どんどん脱炭素化がね、進んできているというところですよね。まあダイワハウスさんはどれぐらいのね、その再生可能エネルギー利用量かってね、最後に出てくるんですけど、結構びっくりする量ですよね。まあそれでも2050年までにはね、やれるんだっていうことでやってくってるんだと思うんですけどもね。はい。では、ヘッダーから読んでいきます。大和ハウス工業は2020年10月から自社工場で使用する電力を再生可能エネルギーに切り替えると発表した。使用する電力は同社グループが運営管理する再生可能エネルギー発電所由来のもので、再エネの自給自足で脱炭素化を加速させるということですね。大和ハウス工業は2020年10月から自社工場で使用する電力を再生可能エネルギーに切り替えると発表した。使用する電力は同社グループが運営管理する再生可能エネルギー発電所由来のもので、再エネの自給自足で脱炭素に向けた取り組みを加速させるということです。同社は2018年3月には国際イニシアチブ RE100 に加盟し、2040年までに事業運営に要する電力を再生可能エネルギーで 100% 賄うことを目標に掲げている。ああ、この会社はもう2040年までなんですね。2020年4月には全国の事務所、施工現場、住宅展示場に再生可能エネルギー由来の電力の本格導入を開始したと。ということですね。今回の取り組みはさらに工場の使用電力もすべて再生可能エネルギー由来の電力に切り替えることで脱炭素化を目指すもの。住宅業界で初の取り組みになるということですね。まず全国9工場のうち、第1弾として4工場、新潟工場、中部工場、三重工場、奈良工場において、2020年10月から同社グループの電力小売事業者などが供給する再生可能エネルギー由来の電力を行う。これなんか変な文章じゃないですか。2020年10月から同社グループの電力小売事業者などが供給する再生可能エネルギー由来の電力を行う？使うのかな？行うって何でしょうね。供給する電力は、ヤマトエネルギーやダイワリースなどのグループ運営する再生可能エネルギー発電所の電力に、トラッキング付き非化石証書によって環境価値を付加したものになる。これにより、グループ内で発電から供給、利用までの再生可能エネルギーの自給自足を実現するということですね。はい。
行うっていうことはこういうことなんでしょうね。わかりました。要するに自分のところのグループ会社でやっている発電所による電力を、まあトラッキング付き非化石証書。要するにここで発電しているものをこれだけ使ってるよっていう証書を使ってですね、まあとりあえずは再生可能エネルギーを使っているという証明書としたいというところでしょうね。4工程の切り替え電力量は年間1万5000メガワットとなり、年間約7400トンの CO2 排出量を削減につながるという、この取り組みによってグループ全体の再生可能エネルギー電力利用量は2019年度の1415メガワットから2021年度には5万1500メガワットとなる見込みで、これは再生可能エネルギー利用率で見ると 0.3 だったんですよ、19年度から。で、21年度に 11% の拡大となるとしているということですね。まあね、2018年度にこう入るって時になってから、よくここまでしかやってなかったなっていう感じですよね。まあ、すぐにこうどうこうできるものではないのかもしれませんけど、2040年度までですけどね。しかも、このね、非化石証書っていうのは、どうなのかなっていうところにやっぱりすごくあるわけですね。確かに再生可能エネルギーの発電所っていうのは、ダイワリースなどね、グループが運営するっていうところですけども、まあ、これは再生可能エネルギーを、発電所を作ることを、まあ、特化してるのかもしれませんが、まあ、送電網とかね、そういったものによって、使ってるというところに、証明書を使って出してるよっていうふうにやると。いうふうにやるんですけど、本来のその電力を供給してるっていうわけではないんですね。証書によってやってるっていう感じなんですよ。それがね、私はあんまり納得いかないんですね。この証書のやり方っていうのは、主導者からですね、やっぱり物議を醸していたところもあるんですけども、やっぱり直接ね、こういうふうに、ここではね、こう再生可能エネルギーをいっぱいつけてるように見える、ですけども、まあ、これだけでは当然足んないんでしょうね。だからそういったもので、供給するよっていうふうにやっていかないと、おそらく全然足りないんだと思います。だからそのダイワハウス工業じゃなくて、そのダイワエネルギーとかね、ダイワリースさんによって再生可能エネルギーの発電所の電力っていうのをどん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 拡大していかないと、まあ、このトラッキング付き非化石証書っていうのも多分作れないでしょうしね。で、本来は、まあ、この近辺でね、どん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 作れたらいいんですけれども、それがなかなか難しいということもあって、やるんでしょうね。だから、まあ、これがね、正しいかどうかっていうよりかは、皆さんどう思うかってところなんですよ。まあ、こういうことによって拡大している企業の存在をどう思うかと。まあ、それはそういう証書でやっていくんだからいいんだって思う方もいるでしょうしね。そういう事情だからしょうがないよって。まあ、ここの脇にね、いきなり再生可能エネルギーなんか作れるわけないんだし、まあ、この太陽光だけではそんだけのパワーは足りないしっていうこともあるでしょうね。いろいろあると思います。ただ、まあ、私が思うには、まあ、そういった非化石証書の、発電力っていうのは、供給量っていうのをね、すごく下げてほしいなっていうところはあるわけです。直接やった方が全然、電力量としてもですね、やっぱり送電漏水もないし、使える電力っていうのが増えると思うんですけど、どっかで作ったエネルギーを、こっちに少々として持ってきてね、使ってるよっていうふうにやるっていうのは、まあ、非効率でしょうし、本来の使い方ではないと私は考えるので、まあ、できればね、そういった、できるんであればですけど、非化石証書を使ってね、こうやるっていうのは、まあ、それほどのね、大した電力量じゃないよっていうふうに、証書としてつけてほしいなという感じはあります。まあ、他でね、有効利用してるんだったら、それで、そっちの方で上げるっていうこともあるんですけどね。フィットとか、まあ、そういう融通の試合っていうのはね、やっぱこれからどうなっていくのかっていうのがあるんですけども、以前にね、まあ、ここの話をしているときに、九州電力の、コメントをつけてですね、送電ロスっていうのは全然少ないですよっていうことを言ってる人がいらっしゃったんですよね。確かに九州電力の記事ではあったんですけど、この、ね、前後の記事がずっと抜けちゃってるんですよね。
で、そのページだけなんか書かれてて、確かにそこにはそう書かれてはいるし、ソース元っていうのもね、書かれてないんですよね。だからどこからどうやって引っ張ってきたのかっていうのもちょっとよくわからない。で、まあそれだけを見て、ね、だって PDF だけ書いて、それなりに加工してね、作ることはできるじゃないですか。私はね、一応こう見るときには、まあ合ってるかどうかわかんない場合もあるんですけど、そのソース元っていうのをね、やっぱりきちんと載せてるんですね。で、この場合はスマートエネルギーさんからのソース元、スマートジャパンというところのね、ニュースサイトからこうやって自分なりにこう喋ってるっていうことです。で、まあ、全部が正しいとか正しくないとかっていうんじゃなくて、そういったところを明らかにしてほしいなっていうところでコメントしてほしかったなっていうのもあるんですね。で、何が言いたいかっていうと、まあ、本当に送電ロスがそれで正しいのかどうかっていうのがそういうことでわかんないよっていうところなんですね。だって、やっぱり、どう考えたってですね、まあ、これは東京電力の場合になりますけども、原子力をね、あんだけ遠い県、新潟県で作って運んでくるっていうのは、どう考えたってロスじゃないですか。その間の送電網はどうやってメンテナンスするのかって、東京電力がね、責任持ってやるんでしょうね。山をいくつ越えてくるんですかね。いくつ越えてくるのかわかんないぐらいですよね。何キロあるんですか、直線距離だって。相当なもんですよね。変電所だって途中に何個か作んなきゃいけないですよね。だから原子力発電所を作る、その電気を送るっていうもので考えていくと、そういった送電路網とか、変電所ですとか、そういったものもトータルでいるんだよって考えて、ロスがあるのかどうかとか、値段の部分とかね。で、あと処理ですよね。うん、やっぱり一番原子力で問題になるのは核のゴミの処理なんですよ。そこの部分の値段までひっくるめて、日本の国内でやるのか、海外に売ってやってもらうのかっていうことも全部含めてですよ。全部処理を含めて、できるものなのか。それしかも原子力発電所のね、焼却期間だってやっぱ40年ってのあるじゃないですか。まあこれだってありますよ、当然。再生可能エネルギーで。で、これの処分だって、まあ、大変っちゃ大変なのは今ありますけど、それだって今どんどん処分の仕方もね、こう進んできてますよね。だけど、まあ、安全ですよね。やっぱり完全にこっちの方が。ですし、送電ロスも、まあ、こういう非化石証書によってね、こういう、なんか子供騙しみたいなことでやるっていうのもありですけど、まあ、近くで発電して近くで使うってこともできるし、蓄電池も併用してね、やっていけば別に安定した供給っていうのもできるでしょうし、前回お話しした風力なんかもね、つけられるのであればつけて、再生可能エネルギーを増設することも可能ですよね。で、それによって、ある程度安定した電力っていうのも作れる。で、ここら辺でもね、やっぱりいろんなところでこう作られるようになれば、送電ロスっていうのもそんなになく供給できますよね。で、そういったところでの部分なんですよ。じゃあ、ね、その原子力を作った町とか、ね、の負担って言ったら、まあ、福島を見ればわかりますよね。うん、作るときは本当にいいものだよって言って散々、持ち上げられて、まあ、一部にはね、こう、食も、かなりの高級なね、食も与えられて、まあそういったものにつくことができて、安定した食、ね、生活ができるようになって、それで、まあ、やれてきたってこともありますよね。まあ放射能浴びますけどね、多少ね、そういう作業する人たちに。だけども、そういう使命感というかですね、もうついて、電力をきちっとね、東京の方に送るっていう使命感もあったかもしれません。まあそういったことでね、まあ、いろんな形で、まあ私の考えですね、あくまで。まあ騙されちゃったんだなと思って、まあいろんな事情もありますよ。うん。お金の力、権力の力っていうのも見せつけられてですね、やっぱ設置させられちゃったっていうところがあるわけですよね。で、まあ地震によってね、ああいう津波によってものすごい被害を受けて住めなくなっちゃってっていうことが起きたわけですよね。まあその当時は良かったかもしれませんよね、原発ができたことによって。でもやっぱりその災害が起きた時の収束ですよね。まあ多分一生そこに住むことはもう今生きてる人たちは無理かもしれません。放射能がだいぶなくなることによってまた住めるようになるかもしれませんけどね。はい。
まあ、そんな感じで、まあ、ちょっと話もずれちゃったんですけども、まあ、再生可能エネルギーがね、こうやってどん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 増えていくっていうのは、私はこう賛成なんですけど、まあ、グループ会社でね、こうやってやるっていうのは、まあ、どうなのかなっていう物議を醸したいなというところ、皆さんどう考えてるかなというところを、ちょっとね、一人一人で考えてもらいたいなというところです。まあ、とにかくね、こう企業とかそういったところっていうのは、まあ、なんとかね、自分のところを守ろうとして、いろんな形でね、やってくるっていうのは間違いないんですよ。まあ、東電さんだってで、ね、本当はどうかわかんないですよ。中にはね、原子力なんかやりたくないよっていう人も中にはいたかもしれませんけど、まあ、東京電力で働いている限りはね、原子力反対なんて絶対言えないでしょうしね。うん。そういった雰囲気になってるでしょうから。まあ、当然、それを賛成した上で仕事してると。まあ、高給取りでしょうからね、東電なんかで働くってなるとね。まあ、それなりに、こう、優遇されるっていうことも当然あるでしょうからね。だから、そういった、企業選手をどん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 生む土壌もやっぱあるでしょうし。うん。だから、それはそれで働いてる人は幸せなのかもしれない。だけど、その、一旦狂った歯車をですね、処理するためのモブっていうのはですね、まあ、東京電力管内でですね、電力を供給受けている方は、東電からですね、その復興のための費用っていうのもですね、毎月毎月、ほんのちょっとずつですけどね、取られてるわけですね。もちろん東電だけじゃあんなの処理できるわけないし、国からだって少し援助受けてますしね。それだけだってでもう無理なわけですよ。結局汚染水だって多分ね、海にバーって流しちゃって終わりだと思うんです。それしか処理の方法ないですよね。どこに持ってるんですか、あれね。うん、だから、まあ結局そうなるのかなっていう感じですよね。はい。まあちょっといろんな愚痴を喋ってしまったんですけども、まあこういうところのね、再生可能エネルギーが増えるっていうことはいいことなんですけども、そういう裏の部分もね、ちょっと考えながら、こういうニュースを見ていきたいなというふうな気はします。はい。最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。